後ろこれがまたドアにイージークローザーがついてるんですよ。イージークローザーついてるんですか。そうなの。ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はいどうも、ビワチャンネルです。すごい動きのあるオープニングですね。今日はね、はい、センチュリーが意外と人気で。そうなんですね。意外というか少数派ですけど、撮ってるやつも人気なんで。そうそう。これもううちで8年10年ぐらい乗ってるのかな。あ、はいはい、あの平成17年式です。はいはい、国内最後の VC、 はい、初で最後。そうですね、初で最後の VC ということで、以前はこれの前にはG45、はいはい、V8 の方に乗ってたんです、はいはい、黒乗ってて、はいはい、で V12 がいいと、はいはい、ということで V12 を入れ替えました。なるほど。今思えばその V8 も取っとけばよかったなって、名車元気だって、はいはいはい、で今ちょっと後悔してるんですけど、まあ大体そういう感じになりますよね。これだけはあのセンチュリー仲間に、はいはい、V12 はもうこれ最後ないから。そうですね、絶対手放さない方がいい。そうですね、これは持った方がいいと思います。これはなんか趣旨するような感じになってきます。はいはい、はい、至ってノーマルです。はい、はい、まあやってるとこっていうのもフィルムだけです。ああ、はいはい、これ横は88かな。ああ、はいはい、はい、88ピュアボストン88。今ちょうどこの角度ですごい青い、あの色出てます、ね、ちょっともう合うか合わないかって言ったら合わないと思うんだけど、はいはい、まあ、あのボスト屋さんになってて、まあそうですね。そうですね、はい、貼ってみました。フロントは、これ実はフロントも貼ってあります。あ、貼ってあるんですか。これ貼ってあるんです。あの水色です。ああ、でもグリーンが強すぎて水色のすごい薄いやつが出ないです。はいはい、遮熱効果の高いフリーです。あ、なるほど。実はガラスも変えてあって、はいはい、防音のガラスになってます。あ、防音のガラスとかね、センチュリーって、はいはい、種類がいくつもあるんだよ、はいはい、ガラスに、はいはい、で防音があったから防音に変えて、はいはい、でフィルム貼ってあります、ね、防弾ではないんです、ね、防弾ではない、防弾ではないです、ね、防弾だとこんな、そうそう、すんごいガラスですもんね。で、まあじゃあ中もあんまりみんな見る機会ないと思うんで、まあ、いろんな動画あるから、ね、あ、まあまあまあ中ちょっと、そうですね、じゃあ反対側いきます。よいしょっと、至って何も、まあ、はい、乗ってる方の意見ですけど、そうですね、はい、編集長からすると、はい、いや、いい車っすね。まあでもね、そのクルーズコントローラーついてるんだけど、レーダーとかがついてないんですよ。もうやっぱり古いから、ね、まあまあ年式的に、年式的に古いから、はい、乗ってはすごいいいとは思います。はい、はい、だけどまあそういうところかな。まあ、このセンチュリーって言えば、まあ多分皆さんやってますけど、こういうスイッチの文字が全部日本語っていうね、横文字がまあこのトリップとかこういうところだけぐらいですね、はい、あとは全部日本語、ここら辺ハンドル周りだけで、あとは全部日本語です。はい、はい、エアコンとかね、こういうのを運転席で漢字が入ってる、そうそうそう、漢字が入ってる車って多分これぐらいです。日本車だとないよね。ないっすね。中国の車だとあれだけど、まあ母国語ですから、ね、母国語だ。この日本語で入ってる車っていうのはないんですよ。ないっすね、はい、そしてこのあのドアを開ける時の こうやりたくなるじゃないですか、うん、これってそこなんだよね。これで開けるってやっぱり重いし、重いっすね、うん、であとあのこの昔の社長室にある灰皿の蓋の開け方、はい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 、あのバカじゃないんですよね。こういう内張りのさ、はいはい、脂肪感もすごい、ね、そうですね、今の車じゃめったに見られない、まあそうですね、うん、いやで確かセンチュリーってあれですよね、これマジな木、ね、そうですね、あの本物の木を使ったウッドパネルにしてるっていう ね、でまあ本当はウッドのハンドルなんですけど、はいはい、ちょっと僕は太いハンドルが好きなんで、あ、なるほど、はい、太いハンドルのものにしてます、はいはい、うん、いやでこれがあれですよ、ライブの時ですか、あの時の、はい、全く映像揺れんかったっすねあれ。帰って見てみましたけど、うん、やっぱすごいっすね、優しさっていうのは、うん、でまあね、本当はこれをちょっとこうワイヤーのホイール履かして車高としたいなってちょっと今自分の中で思ってる。あとはね、ワークさんのイミッツの18とかを履かせて乗りたいなってちょっと車高として思ってるんだけど、はい、まあみんなから今反対されてます。これはノーマルがいいと思います。でまあ俺が乗らなくなったら、はいはい、編集長が乗るっていうことになってるんで、そうですね、そうそう、これ
これで通勤します、ね、バカじゃないの。いやーこれはいいっすよ。次後ろ行きますか。後ろ行きますか。ちょっと座ったことないんですよ後ろ。そうだね、後ろ。これがまたドアにイージークローザーがついてるんですよ。イージークローザーついてるんですか。そうなの。ちょっとやってごらん。ちょっとやってみますか。乗ったじゃないですか、うん、ハンドアにすればいいってことですよね。ここはイージークローザーついてる。でここを開けると、はいはい、あこっちに、あオットマンが出てくるんですよ。ですね、あのこの貫通して社長さんが足突っ込むところですね、はいはい、でこれを開けるとテレビがここに。おお、ちょっとね、あのうちの甥っ子たちの指紋がいっぱいついてますけど。ここでこうこうなるっていうね。おでここでこう、ああで何だったら、ああこれも、上がってます。上がってる。すっげー。こうシートヒーター。ああはい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 。エアコンだけ入ってんだね。そうですね。何か音がし始めました。うん、空気出てきてない。どっから出てるんだろう。助手席をここでこういじれる。ああはいはい。これあれですね。助手席で誰か寝てたらこれでおい起きろっつって。こういう車は助手席にあんま乗らない。まあそうですね。でこれでこのオットマン出せる、はいはいはい、こう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 やって、そうそうそう、であのちょっとそうそう編集長が作業着を着てるのがバレましたけど、うん、あーこれはいい。おーおお、こんなに動くんですか。はい、そう、これで頭もこう、うわ、これでちょっとここにちょっと寝て、どう？あ、いいっすね。いいけど寝づらいよね。寝づらいです。これ寝ろって言われてもなかなか難しい話ですけど、いやーこれはすごい。おー、めっちゃ動くんですねこの椅子。あー、こでこれが通常の普通の位置ですか。そう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 。おー、すっげー広い。こんなにあるっすよ。そう。でこの後ろで、はいはい、こうやってこれだね。おお、こういうふうにラジオ、あとエアコンもこう、はいはい、あ、うん、へえ、ああすごい動き出した、うん、きっとこの辺のどっかが出るんですね。そうだね。はあ、すげえじゃないですか。時計ここにあるじゃないですか。ここにあるっていうね。まあ、ちょっとずれてますけど時間は。でここにもあのバニティミラーがついて、はいはいはい、電気もついてると。はいはい、ここにも電気があって。こんなにいります電気。いらないよね。これめちゃ明るいっすよ。これねカーテンもついてたの。いやカーテン欲しかったっす。いや速攻で捨てた。ヤフオクで探すか。うん。こういう、あーなるほどなるほどなるほど。いや今度は若いま行くとき俺がそっち座るから。そうですね。であの編集とそこですね、うん、いやでこれ疲れないっすよねこの車。疲れない、全然疲れないっすよ。いやこれすごいわ、うん、これで昔のねあれだよね、 DVD があるね。あー、DVD、映画見れるじゃないですか。映画見れる。もしかしてこれカップホルダーですか。カップホルダー。お、じゃない、小物入れだね。へー、初めて後ろ座ったね。後ろ、前はよくみんなね紹介したけど、後ろの紹介ってあんまない。まあまあそうですね、うん、まあフィルムは多分一番濃いやつが貼ってあって、はい、まあでも今外普通に見えてますからね。そうね、このベルトなんだろうね。どのベルトですか。ああこれですか。うん、えこれなんですか。デザインか。あ、デザインですか。なんだろうね、傘、傘、うん、傘だ。傘ですね。傘ですね、はい、ここへこう刺すわけです。刺す、はい、はいはいはい、すっげ、傘とか杖だよね。ああ、ね、あの現行のワゴンあるあの傘ホルダーですね。ああそう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 。妹送りますけど、うん、こうここにシートヒーターもあって、はいはい、あシートヒーター、これがホットだ。あでこっちはクールだけ、クールだけ でこれでちょっとそこ押してみて。こいつですね、うん、おお、これが効くのかどうかっていうのはまた、うん、あれですけど、
まあ、リラックスできるっていう。そうですね、はい、なんかあの温泉宿にあるやつですね。あ、そう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 はあ、すっげ。まあこういうね、こう鳳凰がいて。そうですね、センチュリーですからね。センチュリー。じゃあ、あとせっかくだからトランクいきますか。トランクなんか入ってる。なんか入ってましたっけ。トヨタのマークはどこにもないです。ないっすね、はい、全部センチュリーですね。センチュリーですね、はい。あ、クーラーボックス入ってました。クーラーボックス、多分これでゴルフバッグが。毛羽滝。あ、毛羽滝、はい、大事ですねこれは。まあ、まあ、こうそうですね、偉い人を待ってる間にやるやつですね、はい、待ってる間にやるやつです。毛羽滝が2つも入ってるっていうね。あ、はい、で今あれ高いらしいですね。あ、本当。なんか何でしたっけ、ガチョウさんでしたっけ、ちゃんとしたやつって。へー。がなんかすげえ高いらしいですよ。あ、そう。なんで2本入ってるか知らないけど、うわ、そこはなんか手元がオーストリッチ風ですよ。うわー、すげえすげえ。ああ、なんか馬をブラッシングするんじゃねえかっていうぐらいの勢いで。あれ、ここのセンチュリーって入ってるんですね。そうそうそう、ちゃんと、うん、はあ。これなんすか。なんかちょっとこうポケットですね。あ、こう入れるもんもあったり。そう、入れるの。あ、はい、これはあれだね、俺の道具で、ね、見つけました。見つけました。あれはなんすか、あそこのこれ。これ燃料コックが、電気がダメな時に壊れちゃった時にそれである。ああ、これは多分あのあれだよね。あ、工具ですね。工具というか工具だった。はい、タイヤ交換。この前ヤフーオークションに出てて、うん、すっげー悩んで買わなかったっす。これを買ってどうする。いや、なんかあの工具にセンチュリーって入ってたら欲しいなと思ったんですけど入ってないの。いやいや、これまたここにもイージークローダーが付いてるんですよ。あ、はいはいはい。ほら、すっげーすっげえ車で、これって LED ですか。これ LED、 これが結構初期の LED だよね。そうですね、あのまだ流行ってない頃 LED。 はい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 。多分純正で使い出したって結構早い。早いですよね、この車は。 LED がすげえ高い頃ね。そうですよね、あのおいそれと買えない金額の時の。ただで、ウィンカーは電球ですか。電球。ああ、電球ですね。これで、おお、おお、結構明るいんですね。電球と LED の組み合わせのやつだよね。ああ、バックも LED、 あの電球。あ、電球で。そしてエンジンこれかけてるっすけど、すごいっすね。めっちゃ静かじゃないですか。ボンネット行こうか。あ、ボンネット行きましょう。だから普通の人はボンネットすぐ紹介しますよ。我々いきなりあのシート行っちゃいましたけど。これもうダンパーがちょっと抜けちゃってるんで。ああ、まあ、あのこういう状態セルシオとかのあるあるですね、はい、闇12 V12 ですよ。すっげえ。でも今こうやって開けてるんですけど、あのカメラの音声のこういうバーあるじゃないですか。もうちょっとだけ。これがね、パワーで走ると V12、はいはいはい、でノーマルにしとくと多分半分なんですよ、ね、そうですね。多分あの昔からよく言われてるあの 1G と 1G だったかな。 1G と 1G だが6発6発を組み合わせて作った12なんで、ね、だから片肺ダメになってもあの片一方で走る。そうです。なんか保持しましたよ。そう、うん、これ時間経つと落ちてくる。あ、落ちてきました、落ちてきましただからトランクに木が入ってる。ああ、なるほどなるほど、そういうことですね。いう、まあここでまた色がちょっと珍しい。シルバー珍しいですよね、はい、なんか水色っぽいのもあるんですけど、うん、水色のシルバーと、これがちょっとね、シルバーってちょっと黄緑が入ってるんですよ。ああ、この色は珍しいですね、うん、黒とかだとまあいろいろ手入れが大変なの分かってるんで。まあそうですね、黒にしなかった。ありがちな、ありがちな色。センチュリーって言ったらあの黒ですけど、そうそうそう、このシルバーいいですよ、うん、いやこれは和歌山行くのにはすごくいい車。そうですね、すっごくいい車です。だからまあ遠出をするときはこれで。そうですね、なんだかんだだって和歌山行くときなんかほぼ編集長運転しましたからね。行きの巣はもうちょっとぐらい、岐阜まで、あ、栃木まで運転したかを。多分名古屋近くぐらいだった。
で交代して運転するっつったけど運転交代しなかったもんね。そうそうそう、まあそりゃ編集とかだといつも軽トラとかさ比べると楽だからさ。まあそうっすね直近まではだってライフとかライフとかカローラとか、まあ、軽トラこれメインですから。全然違う、まあ、今ハイエースだけどもう全然違う、全然違う、ハイエースより楽なんじゃないですか、うん、こっちの方が楽ですね。まあ四輪エアサスで、まあ、エアサスはいじってないんで、はいはい、ノーマルで、まあ、なるべくロールをしないような、はいはい、コンピューターが入ってるエアサスっていうことらしいですね。揺れないですもん、この車は。揺れないです。でも今このロッカーパネルにメッキが入ってるってもうまずないんで、バンパーもそうだけど、メッキっていうね。確かに。まずこういうデザインの車って今ないです。塗っちゃうっすもんね、普通。そうそうそう。このところはまだ入ってるんですよ。で、まあこういうところはでも、多分これステンダード。ステンダード。すっげえ、こっちはスチールのメッキでこっちステンド、はいはいはい、あだからちょっと鈍い光り方ですね。鈍い光り方ですね。まあ本当はねいじりたいんだけど、まあ、はい、やっぱね先生ノーマルがいいって人が多いと思うんです。そうですね、このまんまが一番いいと思う。そのうち千中のオフ会でも行こうか。行きましょう。みんな土砂庫のそうですね、めっちゃ悪い仕様の中にそうですね、ドノーマルで行くっていう、ドノーマルのまあフィルム貼ったぐらいで。でも多分面白そうですよね、いろんなセンチュリーいるんで。だからちょっとこのまたフィルムで変えて、はいはい、水色の薄いやつがあるんで、あそれを買ってみようかな、はいはい、思ってます。はい、はい、ではまあこのぐらいかな。そうですね、まあ、だいぶな長いな、この辺まで入んないと長いですよ収まらないです。車が長いです。でも運転すると長さをあまり感じさせないよね。感じないですね、全然。カローラフィールダーぐらいの気持ちで運転しましたから。ハイエースより長いですね、多分。ちょい長いぐらい、ちょい長いぐらい。だらあれじゃないですか、スーパーロングよりは短いぐらいの、ね、ナロボデよりは長いぐらいな、まあ、だいたいこれ乗ってる人は個性の塊だと思ってください。そうっすねまあ今じゃ政治家も乗らないもんね。アルファードが多いですよね。アルファードが多いから、いやこれ非常にいい車で、はい、はい。まあ今値段はすごく安くなってきてるんで。ああまあまあ燃料も食うし、高いしね。ただ一回乗ってみたいと思う方はそうですね、買ってみてもいいと思います。そうですね、買える値段だと思います。まあまあ現実的な金額ですよね、うん、今は税金はちょっと高いけどそうですね、この辺をちょっとクリアできれば。そうですね、車はだって今変な話200万台の車がいっぱい出てるはずなんで。まあそうですね、たまに編集長もここにあるのは知ってますけど、オークションとかで見るっすよ、ね、63万とかであるんで。まあその場合だと20万キロぐらい。あ、そうです。もうあのハイエースのせいで走行距離飛んでても関係ないんで。あのセンチュリーって意外といいです。全然いいですよ、ね、うん、飛んでても。これはそれでもね、これが買った時は8万キロぐらい。あ、はいはい。で今15万キロぐらい。ああ、かな、多分そのぐらいだと思う。全然感じないですもんね。そう、その異音が出ない車というか、オイル交換ちゃんとやってる車だったら、ああ、はいはい、結構乗れると思う、はい、ここをこう細かく見せてくれるっていうんであれば、またね、そんな、まあそうですね。で編集長の2人で遠くへ出かけるときは意外とこれ乗ってきます。そうですね、はい、そうですね、まあ、一応ね、後ろに似合わないけど、はいはい、いちいちクルーさんステッカーとピュアのステッカーが貼ってあるんで、いちいちの重役専用車みたいになってますけど。まあでも翼くんまだ乗っけてないけど、ね、そうですね、一番の重役乗っけてないですね。大将で乗っけないとね。そうですね、はい、一回後ろ乗っけてみたいもんですね。まあこんな感じのセンチュリーの紹介でした。はい、はい、じゃあまたなんかこうこんな車の見たいとか、そうですね、紹介とかしてくれっていうのがあってましたらね、コメント欄に書いてもらえれば、はい、お客さんで乗ってる方がいらっしゃったりとかしたらね。そうですね、タイミングで、タイミングでまた出してきますんで、はい、ご要望をお聞かせください。はい、はい、まあ作業でもいい、こんな作業を映してくれる。ああそうですね、はい、それ助かりますね、うん、そのコメントは。フィルムとか磨きとかで、そうですね、こんな作業を見たいとかって言ってくれればね、そこをまあメインにして違った動画をたくさん撮ってきますので、はい、それもお聞かせください。はい、はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあアディオース。アディオース。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローも
よろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。